も、海賊です。すいません。ちょっとですね、今、緊急で、ちょっと動画を回しておりまして、あ、ちなみに今、カメラを回してくれてるのが、カジサックのジャナイトのプロデューサーの大志くんですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。なので、今僕がいるところは、熊本に今、います。はい。ちょっと本当にいろいろ説明がいるんで、まず、今日のこの動画のタイトルだけ、ちょっと先に伝えさせてください。安武の目の前に、安武が一番大好きなコロッケさんが突然現れたらどんなリアクションするかドッキリすいません。タイトルだけ先に伝えました。で、今からちょっと状況を説明したいんですけど、ごめんなさい、ちょっと酔っ払ってます。ジャナイトの方で、コロッケさんが出てくださるっていう話になったんですよ。で、せっかく出てくださるんだったら、まあ、安武がコロッケさんが大好きっていうのはね、海賊のチャンネルでもちょこちょこね、それこそ 50m 走でモノマネやったりするんですけども、だったらちょっと安武にドッキリしようよっていう話になったんですよ。で、今熊本なんですけど、そのコロッケさんドッキリの本番はあさってなんですよ。はい。で、今日、ちょっと最終打ち合わせでっていうことで、もう安武とはもうバイバイして、安武ホテルに行って、僕と大志くんで、ちょっと会議しようかって今会議をしてたんですね。はい、そしたらだんだんちょっと僕の中で盛り上がってきて、これすごいことじゃないですか。コロッケさんが出てくださって、ドッキリでって言って、安武の前にドーンって出てくるって、これちょっとカジサックチャンネルでもやりたいなって俺の中でなって、うん、ちょっとチームカジサック熊本来てくれんかなっていう。思ったんですよ、僕は。もう、勢いで。で、チーム開催のメンバー、東京にいるんで、連絡したんですよ、それぞれに。そしたら、もう先に行きます。吉富と順位長、明日、熊本来ます。感動したよ、大将。マジで。で、トンボさんですよ。はい。トンボ的に、もうスケジュール的に厳しいと。ただ、カジさんと。なんかすごいことなんでってなんだかんだ話し合った結果、トンボあさって朝一来て、そのドッキリ見てすぐ東京に戻るという、それでいいんで行かせてくださいって言ってくれたの。嬉しいよな、はい、めちゃくちゃありがたい話でございまして。そうなんですよ。だからそういうのがボンってさっき決まったから、ちょっと緊急でこれオープニング撮ろうと思って、はい、大志くんに回してもらってるということでございます、はい、なのでまず明日ジャナイトのオープニングを撮るんですよ、夜。うんうん、だその時にもうね、ジュンとヨシトミいるんですよ。来てるんですよ、東京から。で、あさって本番。これ、トンボも来てるみたいな。はい。これで、ジャナイトの方でまあ企画やるやんか。うん、で、なんだかんだ企画があって、最終的にご飯屋さんに行くんですよ。で、そのご飯屋さんで、僕が仕掛け人で、店員さんも仕掛け人になってもらって、店の外から中にコロッケさんが急に入ってくるっていうドッキリするんですよ。で、せっかく海賊チャンネルとのコラボやったら、その後二段構えで、うん、トンボ吉富純が入ってくるっていう企画をやりたいと思います。ほんまに勢いでバーってね。そうっすね。説明できたから酔っ払ってるから大丈夫。大丈夫と思います。大丈夫ですか、はい、っていう企画です。行きましょうか、じゃあ。はい。というわけで、本日もお願いします。ほんまに来たね。来たー。いや、来ますよね。大好きだ。ああ嬉しい。いますよ。さすがチームカジサックやな。いや予定はあったんですけどね。コンビニ行って漫画読んで風呂入るっていう。まあ、全部ちょ長なるね。長なるわ。むちゃくちゃ暇じゃないですか、ほんで。来ましたよ。そうなんですよ、はい。マジで来てくれて。まあ、ちなみにここの場所なんですけども、はい、こちら熊本県民テレビ、はい、まあ、KTT さんの会議室なんですよ。はい、うん、ガチで熊本なんですよ。ガチで熊本。熊本フットワークの軽さやばい。いやいや、あ、違う、挨拶しない。あ、順調です。吉富です。ありがとうございます。ありがとう、マジで。来ちゃいましたよ。思いついちゃってさ。はい。で、まあ、オープニングでも伝えてると思うんだけど、はい、トンボもガチで明日来るからね。それあの人も来ますから。すごいですね。あいつ、多分滞在1時間ぐらいだから、ね。このためだけに来てくれる。もう明日の本場のためだけにやんか。でも2人が前日に来てくれてな、はい、まあ、なんで2人に来てもらったかというと、カジサックのジャナイトのオープニングをこの後撮るんですよ、はい、そこに出てもらおうと思って。いや嬉しい。テレビに出てちゃう。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい。お母さん、これカジサックこの後撮るから、はい、だからまあ今回だからコラボやから、はい、裏側も回してほしいねんけど、はい、でも明日の当日は
もうバレちゃいけないから、もうカジサックのカメラはほぼ使えないんですよ。そうですね。その安田を捉えることはできない。はい、明日、二人はトンボを迎えに行ってほしいから、はい、そこでカメラ回しといて。わかりました、しました。それで、まあ流れなんですけども、はい、コロッケさんも待機しといて、はい、で俺と安武がジャナイトのロケで、うん、シラス丼を食べるお店に行くのよ、はいはい、2人でこう喋ってて、はい、俺は店員さんにこの店ってなんか有名人とか来たことありますか、うん、って俺が店員さんに聞くんですよ、うん、そしたら店員さんがコロッケさん来たことありますって言うのよ、はいはい、そしたらさ絶対リアクションする、はい、いやしますしますってタイミングで入り口からコロッケさんが出てきますすげえすげえ。そしたらその時の安田はどんなリアクションするのっていうことなんです。最高ですね。で、安田実は、はい、もう一個撮影してんねん。お願いしますって言うから、はい、もうそのタイミングで順一長と吉富とカメラ回しながら入ってくる。最高最高了解です了解です、はい、めっちゃ楽しみじゃない。いや、やりましょう。でもこれができたのは、はい、二人が来てくれたからだ。いやいやいや、来てくれたから。飛んできますよ、本当に。ほんまにありがとう、はい、成功させましょうね。で、ごめんなさい、これだけも紹介させて、はい、今じゃあ誰が撮ってんのってなってると思う、はい、ちょっといい、ちなみに撮ってくれてるのが、はい、俺がよくジャナイトで言っている、はい、イケメンカメラマンがいんのよ、はい、俺アレクアレクって呼んでんだけど、はい、そのアレクが撮ってくれてました。ありがとうございます。アレクさん、ありがとうございます。せやね。ということなんで、こっからもうこれでいいですわ。今から、はい、カジサックのジャナイトのオープニングを撮るんで、はい、ちょっと裏側回しといてください、はい、絶対成功させましょうね。はい、やったけのリアクション楽しみですね。楽しみです。はい、どうも、カジサックです。野作です。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、僕から発表させてください。お願いします。ヤスタケの目の前に、ヤスタケが一番会いたいコロッケさんが突然目の前に現れたら、どんなリアクションするか、ドッキリ。イエーイ。タイトルだけでも幸せな気持ち、幸せな気持ちになりますよそしてなんと今回ですね、はい、もう一個実は企画というか、そうですね、あの乗っかってまして、はい、カジサックチャンネルとのコラボになります。ありがとうございます。そうなんですよ。っていうのが実は俺昨日思いついたよね。はい、そうですね。そう、うん、はい、急遽なんですけど、うん、ちょっとあっち取ってもらっていいですか。スタッフ呼びました。よしみでーす。来ちゃったよー。ありがとうねー。暑いだろ、カジサックチャンネル。素晴らしいです。激熱っすね。今回コラボなのよ。はい。いや、それも嬉しいです。素晴らしい。それでは、明日、はい、絶対成功させましょう。はい。さあ、今ね、カジサックのジャネットのオープニング撮り終わりました。はい。出てたね。出ちゃいましたよ。めっちゃ嬉しいっすわ。アレクさんがパンってやってくれて、やってくれたな。ってこうなっちゃいましたけど。いや、熊本来たのも初めてだし、はい、テレビにちゃんと出してもらうのも初めてだし、ありがとうございます。嬉しい。お母さん、お母さん。これだからカジサックやで、これ。あ、これカジサックやな。あ、違うな。テレビ来てない。あ、そうか、お母さんは見てるかもしれない。いいね、いいね。浮き足立ってる。明日はマジで緊張してない。はい、明日ちゃんとね、失敗は許されない。明日本番やから、はい、明日頼むよ。頑張ります。だからさっき言ったと思うけど、はい、2人の仕事はとにかく明日トンボを拾ってあげる、ピックアップして、で、撮ってください。はい、あとはもう隠れて、合図が来たらドン。安武さんの顔をパチッ。そう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 、任せてください。本当に楽しみです、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで、はい、今ですね、宮本海産物さんの加工場に、うん、着いたんですけども、ちょっと今ね、こう長靴も履かしてもらって、はい、今からいろいろ見せていただけるということなんですが、はい、お願いいたします。失礼します。お、パンチすげえ。ほら、うわぁ、やばない。すげえ。ここからあっちに運ばれていって、でどうなる。あの、まあ、道で一回あの、来ちゃった。来ちゃった。山口トンボです。熊本空港に到着しました。
飛んでる。いやー、熊本着きましたよ。はい、安武、うん、ドッキリに引っ掛けるということで、はい、しかもコロッケさんでしょ。そうですよ。来るしかないよね。来るしかないよね。飛んでる。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。うん、あー疲れた。息上がっちゃった。いや、もうワクワクしすぎて息上がっちゃった。もうでも現場行かないと。はい、で現場向かったらこれもいよいよもう決行だよね。うん、そうなんです。楽しみですね。うん、じゃあ皆さん、安武が一体どんなリアクションするのか、乞うご期待でございます。それでは本番です。さあ、というわけで、はい、エミアンさんに到着しました。はい、こちらで、はい、しらす丼が食べれるそうなんですけども、うん、はい、とりあえず頼みましょうか。行きましょう。すいません、はい、すいません、やっぱりこれしらす丼がおすすめですか。しらす丼、今の時期いいですよ。やっぱりそうですね。ちょっとじゃあ、しらす丼を2つお願いしたいんですけども、はいはいはい、ちなみになんですけど、はい、なんかこのお店に熊本出身のタレントさんとか、そうじゃなくてもいいんですけど、タレントさんって来たことあります？タレントさんは結構たくさんいらっしゃってます、ね、ロバートのババちゃんとか。あ、ババさん、ババちゃんも来たんですか。はい、あ、結構来てる。あとコロッケさんとか、はい、いや、マジで、はい、やっぱりここコロッケさん来たことあるんですか。すごっ。それはすごいな。すごい。何食べたんだろう。あ、コロッケさん、はい、覚えてます？コロッケさん何食べたか。コロッケないもん。ないっすもんね。ありますよ。あ、あるんすか。手作りコロッケあります。マジですか。こちらにございます。わ、ほんまや。これ食べられたんすか。いや、これ食べられてないけど。食べてへんねん。そこは食べといてほしかった。さすがにしらす丼か、うん、芦屋か行ったんじゃないですか。行ったんかな、うん、ロケとかで来るんですかね、他のタレントさんとかも。そうですね、わざわざここに食べに来られたんでしょ。そうなんですね。でも今日俺らが食べてみてめちゃくちゃ美味しかったら、うん、ぜひプライベートでね、うん、来てもいいかな、なんて。そうですね、絶対来た方がいい。うわ。あれ、コロッケさんだ。え、あれ、コロッケさんがいる。あれ、あれ、いや、食事来たら。おはようございます。おいす、久しぶり。お久しぶりでございます。いや、さっきコロッケさんやん。何これ、何これって。何コロッケさんが来た。俺よく言われるけど、コロッケって。そうですよね。よく言われる。ご本人ですよね。よく言われる。え、びっくりした。びっくりする。え、あ、安武じゃあびっくりしたってことはドッキリ大成功。ありがとうございます。そうなのよ、安武。え、マジですか。そうなのよ。よかった、わざわざありがとうございます。よかったわ、ちゃんと驚いてくれて。いや、それびっくりしますよ。ほんまに好きやねんな。嬉しい。嬉しい。何これ。本当好きなの。僕大好きなんですよ、本当に。なネタは何が好きなの。僕はいろいろありますけども。いろいろありますけど。はい、でも、あの、やっぱ、いや、いろいろ、もうちょっと。この間ちなみに彼、はい、僕の仮作チャンネルで、はい、コロッケさんが岩崎宏美さんのモノマネをされるじゃないですか、はい、そのモノマネをしてました。マジで、はい、コロッケさんがやる岩崎宏美さんのモノマネをしてました。じゃあ、俺の次顔やったのはアバンギャルティだから、その次ってことだよ。いろいろあるんですけど、森進一さんのその恐竜もあったりとか、はい、恐竜とかいろいろ、はい、あれも好きなんですけど、やっぱ個人的に最初の衝撃を受けたのは、うん、川村隆一さんですよね。寝そべるやつね。溶けていくやつね、はい、あれは、はい、あのルナシーのファンからかなり非難合合でございます。いや、でもご本人登場の回があって、あったでしょ、はい、ご本人がもう、うん、あのすごい、でも似てるかもみたいなおっしゃってて、似てるかもしれないとかって言ってくれたから、はい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 、全部で、ね、クリアになった。それって本当ありがたいですよ、ね、ありがたいですよ。ていうか一番ありがたいのは、うん、安武を驚かせるためにコロッケさん今回出てくださったんですよ。すごくない？すごいっすよ、まあ、本当にすごいですよ、ね、ありがとうございます、本当に。たまたま通りがかりだったからね。いや、本当そうなんです。実はこの後コロッケさんが熊本の人吉でお仕事があるのよ、はい、その情報をキャッチさせていただいて、はい、
でちょっとダメ元でこっちからオファーを出させていただいた安武が大好きでこのような形で企画って大丈夫ですかねとお伝えしたら全然いいよって言って出てくる。うわありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの後の俺の仕事にも付き合ってよ。えどういうことですか。ちょっとこれから、はいはい、これからあるところに行くから僕それちょっと聞いてるんですよどこに行くかは。あ聞いた言っちゃっていいですか。おいよいよいよ。あの文化祭ですよね。そう芦北高校の。はい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 。であのちょうどあの水害の時に、はいこう言って全部ほらうまいもう1階は全部もう土砂で埋まって大変だったんです、はいはいはい、それがやっとクリアになって今日初めての何年ぶりかの文化祭やってはい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 、はい、そこにサプライズで来てもらえませんかっていうメールくれたから、うん、じゃあ行こうかなっつんでさすが、うん、だから最後に栄光の駆け足歌うんで、はい、一緒に出て歌おう。マジですか。いや喜ぶからみんなで歌って終わりにすればほらねいい感じになるじゃん。いや、ね、そんなんぜひぜひもしコロッケさんがよろしかったら、はい、行こう行こう行こう。僕たち、うん、僕たちコロッケさんが行くとこ全部ついていきますよ。行きます。いやそれはいいわ。いやでもさスケジュール的に大丈夫かな。こんなの一応撮影やったけど大丈夫大丈夫。じゃあもうぜひロケねロケ、はい、あの大丈夫ですか、ね、ぜひでございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、じゃあ失礼します。ちょっと待って待って早いですね。早いですよ。せっかくいらっしゃったんですから。そうですよ、はい、もうちょっとなんかいいな。やっぱちゃんと芸人だから突っ込んでくれるからいい。そこは行かせていただきますけども安武さん、はい、嬉しいでしょ。めちゃくちゃ嬉しいですよ。びっくりしたでしょ。はいね、実は、はい、もう一個あるじゃないけど、え、なんすか。今ジャナイトでねこういう企画をやったじゃないですか、はい、もう一個、はい、撮影してるんですよ。え、もう一個、はい、撮影してるんです。はい、お願いします。お願いします。何、うん、来たいわ。ですけどコロッケさん本当ありがとうございます。なんか町内会って感じがする。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとやしたけ、はい、このためだけに、はい、チーム活作熊本来てくれました、すごいね、はい、すごい。え、どんだけいい扱い受けてんの。いやいやそうなんですよ。そうですよ本当に、ね、我々は何かサプライズだったりドッキリするときは全力でやるっていうのを決めてるので、まあ、それ絶対そうね。しかもコロッケさんがね、あ、ちなみに活作チャンネルです初登場でございます。やったーやったー。せっかくこれ嬉しいな。見れたすごい本物見れた。いやせっかくこのコロッケさん大スター、はいね、解作チャンネル出てくださるんやったら、うん、チームも呼ぼうって言って、ね、いいじゃん。おとつい連絡したらそりゃもちろん行きます言うて、はい、その足で来てくれてる。すごいすごいなすごい、はい、おいお前よかったな。最高っすよマジで。嬉しい。もうやったー。親戚のおっちゃんみたいな。もう嬉しくって、はい、なので二段構えのドッキリ、はい、大成功。これはびっくりしたやろ。びっくりしましたね。お前の裏のとこでいろいろ打ち合わせしてやってる。そういうことですよね。めちゃめちゃ時間かけて打ち合わせやってるね。いやそうなんですよ。ありがとうございます。何よりもこの企画ができたのはコロッケさんが来てくださったんですよ。いやちょうどね、はい、タイミングがいろいろとね、はい、よかったからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともうじゃあちょっと待ってほらほらなんてすぐじゃってなるんですか。本来コロッケさんこうじゃないですか。カメラこっちだ。足はねこっち向いてる。この後ほんと一緒に行くんですよね。そうそうそう。ちょっと少しだけトークとらせて。あ、いいよいいよ。ありがとうございます。おいます。まあ、とにかく、はい、ドッキリしながら大成功です。いやー。素晴らしい。改めまして、コロッケさんでーす。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、光栄ですわ。いや、嬉しいわ。さっきもちょっと僕も興奮してたんですけど、はい、冷静に考えたら、この後もコロッケさんと一緒のお仕事ができるって、はい、ね、そう。もう仕事はボランティアね。ボランティア。あ、ボランティアで。そう。さすがやな。さすがですよ、いやいやいや、もう。お前、まだちょっとなんかドキドキしてる、ね。いや、はい。ちょ、これ何ですか。え、しらす丼もあるんですか。このロケもあるんですか。しらす丼を食べるは後で食べてもいいし、はい、ちなみにこの後予定してたデコポンのロケはないです。あ、ないっすか。ないです。ないです。今日はだってメインはコロッケさんのサプライズだから。そう。そうか。そう。うん、あれ
綺麗割るな。いやもうテンパってますもん完全に。安武って、はい、死ぬほどドッキリが苦手なんですよ、はい、苦手なんですよ。テンパってるんですよ今、はい、いいリアクションが取れないというか。あいや、はい、いい感じだったよ今日。本当ですか。ちょっとなんか後ろ方とかして今日のお前のリアクション100点やから。ありがとうございます。今日はもう本当にもう嬉しかったんで。そうやな。ただ1回目は本当分かんなかったです何か。一瞬変な人来たなと思って。いやなんかなんだろうと思って、もう一回見たらコロッケさんだったびっくりするよな、そら。びっくりします、これは。ちょっとよかった、よかった。さあ、コロッケさん、来ていただいたやん。はい。ちょっと、モノマネの話、ちょっと聞きたいやん。いや、聞きたいですね。あ、なんか、やんないの、なんも。なんとなく、なんかきっかけ忘れましたけど、うん、コロッケさん大好きで、コロッケさんの真似をしたいみたいな感じでやって。俺がやる真似の真似。はい。それをなんかちょっと YouTube 内でやらせていただいたりとか、あとコロッケさんがよくやられる、あの、顎を出す顔あるですか。顎を出すか、鮭。はい。いや、鮭じゃないです。見たことないです、コロッケさんの鮭。俺、結構やってないネタいっぱいあるからね。え、世に出てないってこと。鮭の産卵とかちょっとコロッケさんすいませんちょっともう座ったまんまだからさこうやってやるしかないんだけどね、はい、鮭の産卵いきますよ、はい、うわちょっと嬉しいな嬉しいですこの距離でこの距離でコロッケさんの鮭の産卵見れてこれね北海道でしか受けないんですなるほどそう、うん、ちょっと僕聞きたかったのは、はいまあ、今ので言うと例えばじゃあ鮭の産卵、はい、どのタイミングでこれできるって思うんですか。いや鮭をたまたまね食べてた時に、はい、鮭食べてる時、はい、そうそうでイクラもある、これ大変だよなこんないっぱいこれで川のとこであえて動いてたなあできんじゃねとかって思ってた、うん、できんじゃねって思うんですか、うんほいでできんじゃねって思った後鏡の前とかでやったりするんですか。あ俺一切それない一回もない。でも分かんないじゃないですか自分がどんな状態になってる。いやだからその人の状態に入るからその人の状態鮭の産卵鮭の状態に入るってこと。鮭の産卵はもうずっとブワーってバイブレーションかかってるでしょ、はい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 、だそのバイブレーションを細かく俺ができたら鮭の産卵はできるなと思った。で顔はもうほらね岩崎さんよりちょっと違う感じの出し方。顎だ。顎このままだけど、はい、ね岩崎さんこれじゃん。はい。ね。もう鮭まっすぐだから。幸せもんやなお前。最高ですよ。いやこのだからモノマネってね、はい、いっぱい転がってるのよ。鮭だけじゃなくですか。鮭ないしあとね、はい、猿の二度見。猿の二度見。だからさこうね、はい、こう猿はさこうやって手つくじゃんこうやってね、はい、こう手ついて、はい、気にならなかったら一回で終わる。一回これで一、ね、回瞬きがねこういった後にこれが普通の猿。これが普通の気になった時のさ、はいハハ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 。鶏は足を一歩踏み出すごとに、はい、イメージね、はい、こう出してこうこうこう出してこう横行くんですね。そうこれを1秒でやる、はい、1秒1秒、はい、いい、はい、いくよお願いします。一瞬だからね、はい、見逃さないように、はい、すごいっしょ早いっしょ早いっていうかねもうコロッケさん幸せっすこの距離でなあ贅沢。俺ちょっと今泣きそうやん。そうなんですよそうなんですよ。そうやろ泣きそう本当に。これさこれマジで、うん、ガチで世代なんですよ僕たち。おお、はい、あそうかちょうど子供もう子供の頃で、ね、そうですそうですブラウン管で、はい、見てたんですよ、うん、で四天王言うてね、うん、そうじゃ僕たちちっちゃい子供たちは、はい、次の大会のコロッケさんどんなモノマネしてくるんだろうってずっとワクワクして見てたんですよ。嬉しいわ。あれ年に4回ぐらいでしたっけ。そうなんだから全部で16、うん、
作んなきゃいけないネタを。それをね5年ぐらいやったかな。うわ古い芸人になりたくない。新しいの何かありますかって言った時にテレビでやったのを改めてやるってもうなんか古い芸人みたいで嫌な。かっこええな常に新しいものを。そうそうだから動物だったら子供たちもみんなウケるし、はい、世界どこ行っても大丈夫だから、ね、はいはいはい、はい、うん、だからあとは最近何ですかって言われた時にあ新しいのあるよとか。すごいな。もういつも今コンサートで一番ウケてるのは誰だかわからない韓流スター。もう本当に何回もすいませんいただいてもよろしいですか。じゃああとねこうしよう BTS の誰かにしよう。 BTS の誰か誰っていうとほら炎上するから確かに、はいはい、そうですね確かに。あじゃああの誰かですって紹介して。それでは登場していただきましょう。 BTS の誰かです。あともこんにちは僕はあ BTS の誰かですそのまま言ってんじゃん。そうそう。あ、僕はあの日本来てあまだちょっとでしょ。あだからあここのあっち来たあっち合ってますか。合ってますか。あっち来た大好きでしょ。すごいね。じゃあ鮭いただいていいですか。あ僕は鮭のあ産卵で泊まるとこが大好きです。あそうなんですか。鮭産卵し始めたら、はい、こうでもあ鮭はあのすごくあの時々休むですよ。あ休むんですか。知ってますか。知らないです。知らないですか。どんな感じで休む。休む瞬間じゃあ行きます、はい、ね。あのありがとうございます。ありがとうございます。全部ジャブリしてるもう一回見たかった。めちゃくちゃ見たかったですっていうかもうずっと見たいです。はいずっと見たい。これ多分ねこれで全国的に鮭野さんが流行るかも。あらお前ほんでレパートリーできたやんまた。あできた。そうですね僕もこれ練習したいですもん。練習したいもんな。目まっすぐですもんね。目まっすぐ目まっすぐちょっと一回やってみるか。顔出してね。コウキさんどうですか。いやちょっと目上向きすぎ。目まっすぐそう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 。あいいじゃん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 。うん、うん、俺マジでお前の今も韓流スターの誰かになんかおるよね。そういるかこんなやいや最高です。ありがとうございますコウキさん。本当にもうマジで贅沢な時間だったな、はい、幸せです。でも、はい、先ほどコロッケさんが誘ってくださったから、はい、この後まだ一緒にちょっと行く高校の方にサプライズで。だから俺最初、まあ、サプライズで俺が出て、はい、で、まあ、物前ちょっとやって、はい、でちょっとここであのもう一人ゲスト呼んでるんで、はい、って言って紹介する。わかりました。で僕は鮭の産卵で出てきたらいい。そうそうそう振ればいい。いや普通でいいです。生徒びっくりしますよ。後ほどじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやとにかく今回ドッキリ大成功ということでコロッケさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。おまけやさげ、はい、お疲れしゃー。お疲れさー。ありがとうございました。これはもう完全カジサックチャンネル、はい、どうやったびっくりしたやろマジで。マジで、うん、ありがとうございます。昔過去にさ、はい、やさげ須田まさきさんも大好きで、はい、須田まさきさんのモノマネをするっていうドッキリをやったけど、はいはい、今回ガチやからね、はい、コロッケさん嬉しい。まだちょっと変な感じする。いや変な感じしますね。もう本当にめちゃくちゃびっくりしたんですけど、うん、その数秒後にちょっとなんか嫌な気持ちというかえそのなんか俺のコロッケさんなのにみんなも見れるじゃんみたいな、なんか変なやきもちみたいな気持ちに。みんなのコロッケさんやろ。そうだ俺のコロッケさんだ。コロッケさんじゃない。俺たちのコロッケさんだ。俺たちのだよな。本当でもそうなんですけどなんかもうなんかずるいってちょっと思って好きすぎて、はい、でもね変な感情でしょ。もうほんま実は俺もめっちゃテンション上がったというか、はい、嬉しくて、はい、おとつい思いついて俺夜うんうんでもう呼びたくなって、はい、
で、ぶっちゃけ今さ、常と龍二はおれへん、はいはいはい、常はもうどうしてもちょっと外せない予定あって、うんうんうん、で、龍二が若干退職してるやん、あら、うん、そう、だからあれやから、ね、言ってて、吉富と潤とトンボが、はい、絶対行きますっつって、うん、もうすぐチケットその時点で手配して、で、吉富と潤は、はい、昨日来たの、はい、トンボなの、はい、これめっちゃ忙しいやん、はい、でもトンボ無理よなって言ったら、うん、安武のそんな日だったら俺なんとかするんでって言って、うん、今日の朝一に来て、でこれ終わるやろ、はい、そのまま帰るから、もうこのためだけに来たのよありがとう、トンボ帰り、トンボ、あー出た、うまこれを言いに来たから、ね、そう、これを言いに来ました、決まったね、はい、じゃあこれマジやん、そう、うん、もうこれ、もう安武のこの顔を見に来たい、で、この足で空港向かうから、うわ、はい、申し訳ねえ、トンボ帰り、あ、なんで2回言うか、あれ、あ、もうダメでした、もう1回よ、もったいないな、使い切っちゃった、今のは絶対1回よ、すいません、うん、そう、だからもう感謝よ、ありがとうございます、うん、でも来てよかったです、ありがとうございます、最高でした、いやマジでトンボお疲れさん、お疲れ様です、ありがとうございます、で吉富と潤は、はい、昨日来て、はい、今日帰る予定だったんだけど、はいはい、チケット取れずで、はい、吉富と潤2泊3日の旅行になってます、はい、はい、旅行です、はい、あら今日だから夜飲みに行ってください、はい、行ってくださいそうですね、せっかく来てくれたし、そう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 、トンボはでもマジで今日これが、ありがとうございます、とんでもないです、とにかく大成功して、大成功や、よかったです、いい顔してましたね、いい顔してたかな、わかんない、おめでとう、ありがとうございます、最後まで見ていただきありがとうございます、インスタグラムのフォローお願いします、 X のフォローもお願いします、 TikTok のフォローもお願いします、またお会いしましょう。